です。よろしくお願いします。皆さん盛り上がってますか？発展策のことを今日初めて見た人。うるせえお前ら。ねうるさいとか言っちゃダメです。じゃあその T シャツは何なんですか？お揃いじゃないですか？そうですね。多分ね、後ろで、座って見てる人とか、前の、人も多分初めて見た人が多いと思うので、私たち自己紹介したいと思うんですけど、いつもこのピコピコハンマーを使って活動してるんですね。で、このハンマーにはある力があるので、ちょっとリオナに教えてもらおうと思います。はい。なんと、このハンマーで叩かれた人は、幸せになれます。やったー。え？幸せになれます。はい。どうぞ。OK。うん。OK。さっき叩かれた人は幸せになれるということで、はい。よろしくお願いいたします。そういう感じでやってますのでね。皆さんぜひ初めて見たって人もいつも見てくれてる方もぜひこの後も手拍子などお願いします。それでは次の曲に行きたいと思うんですけど、先ほど MC で言ったカラオケにもなっている有頂天乙女絵巻という曲をやりたいと思うんですけど、振りも真似しやすいし、すごい早口のところもあるんですけど、皆さんぜひ盛り上がってくれると嬉しいです。はい、それでは聴いてください。有頂天乙女絵巻。有頂天で最頂天を、有頂天で超えられる人や。Look at me now, oh, come on.
ズが上がるということなんですけど、浴衣の人もね、たくさんいて、浴衣着ていい感じに暗くなってきましたけど、さっき私たちメンバー募集のチラシを配ったりしたんですけど、今現在ね、メンバーを随時募集中です。小学校5年生から上はもう制限がないので、ちょっとでもね、今日見て興味を持ってくれた方は、この後あちらテントの方が物販をすると思うので、皆さんぜひ遊びに来てくれると嬉しいです。男性の方はちょっとね、性別を変えていただくことから始めなければいけないので、そこは怪しいんですけど、前で見てくれてる女の子とか後ろの方にいるね、ちょっと気になってる学生の子たちも一緒に、この活動を始めてくれると嬉しいです。そしてあと物販の紹介などもぜひお願いします。はいはいはい、言って。これはタオルです。こんなん見たらわかるわ。物販とかハンマーとかタオルとか、あとは T シャツとか今着てるね、はい、メンバーのね、顔似顔絵が書いてある T シャツとか売ってるんで、よかったら遊びに来てください。はい、お願いします。今汗かいた人はね、着替え用に着替え用に汗拭いたりとかするのにタオルとかぜひ買ってくれると嬉しいです。はい、そんなところですかね。あとはまあ先ほど告知もしたんですけど、生姜水祭りの方に私出演させていただきます。あと平日や土日たくさん県内外のイベントに出演させていただきますので、詳しいことはピコピコ星レボリューションと検索すると公式ホームページやツイッターブログなどが出てくると思うので、そちらの方でチェックよろしくお願いします。よろしくお願いします。時間をいただいているので、まだ何曲か曲すごいたくさんいただいてね。そうですね、私たちに40分も尺使っていいんかみたいな気持ちで来たんですけど本当になんかありがたいことにね、40分もいただいているので、ね、ちょっと精一杯ね、花火が上がるまで盛り上がっていけたらいいなと思うのでね。じゃあもう暑いね。暑いね。暑くない？でもすごい暑い。暑い。なんかでもいい感じに暗くなってる。なんか夜なのにすごい暑い。じゃあ次の曲に行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、いい感じに暗くなってきました ね。もう花火まであと30分ちょっといいですかね。綺麗。上の線、日本線遠目に私が映って。嘘。あ、本当や。はい、すごい。めっちゃ人増えてきたね。始まったばかりも明るかったね。今はとても真っ暗ですけど、そんな私たちのステージも次で最後の曲になります。ありがとうございます。最後はね、ちょっと花火大会とかお祭りっぽくワッショイで終わりたと思います。ワッショイ、ワッショイ、みんなワッショイの練習しとく。して、大丈夫。じゃあ私が、じゃあみんなで一緒にって言ったらワッショイ、ワッショイでお願いします。行きますよ。みんなで一緒に。ワッショイ、ワッショイ。ダメだな。帰ろうかな。みんな言って。言って言って。よ。みんなで一緒に。ワッショイ、ワッショイ。あ、なんか後ろの感じ。後ろの人も、後ろのアイドルも一緒にワッショイ言ってくれたよ。やばい。みんなでね、一緒になってワッショイ言って終わりましょう。それではラスト聞いてください。幸せ方程式。La la la.
販売などをさせていただきますので、皆さんぜひ遊びに来てください。